さあ今シーズンも始まりました J リーグジャッジリプレイ、このコンテンツでは毎回週末の J リーグの試合からツイッターやフェイスブックなど SNS での関心が高かったジャッジを取り上げまして、そのジャッジに関する疑問やルールを分かりやすく解説をしていきます。なお今シーズンからこのコンテンツはダゾーンで火曜日の朝に先行独占配信、そして J リーグ公式ホームページの jliegue.jp では金曜日正午からの配信となります。ぜひ最速先行配信のダゾーンでお楽しみください。では早速今回の出演者の皆様をご紹介いたします。まずは JFA トップレフェリーグループシニアマネージャーの上川徹さんです。上川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして続きまして J リーグ副理事長の原博美さんです。原さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあそして最後は J リーグウォッチャーの平畑啓二さんです。平畑さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。という、非常に濃いメンバーで今回お届けしていきますが、原さんこのジャッジに注目するこのコンテンツ、そもそも原さんのご提案でスタートすることになったと伺ってますが、はい、まあ海外行ってもねこういう番組いろいろやってますし、我々去年は月1回で最初やったんですけど、はい、やっぱ毎週やった方がタイムリーにいろいろやれるねっていうことでやってみるかっていうことでやってみたら評判も良かったので、はい、バージョンアップしていきたいと思います。いや非常に平畑さん意義深い番組ですよね。なんか分かってるようで分かってないことって結構やっぱ多いですね、うんはい、だからこうやっていろんなことこうやっぱ話してるうちになんかこう理解が深まっていくっていうのはすごくいいなと僕は思いますけどね、うんはいですから上川さんにぜひこの番組で答え合わせをしていただいて、はい、いろいろとお話を皆さんにしていただきたいと思います。さあでは早速先週末行われました開幕節のゲームの中から視聴者の皆さんからのご意見が多かったジャッジを取り上げていきたいと思います。まずこちらのシーンからです。明治安田生命 J1 リーグガンバ大阪対横浜 F マリノスの開始3分のシーンです。この三好の縦パスからエジガルジュニオが左から折り返したところ、藤原のクリアが天野に当たってこぼれたところを中川が押し込んだというシーンですが、これがオフサイドだったんではないかという疑問が非常に多く寄せられました。さて非常に難しいジャッジだったと思いますが、平畑さんはまずどんな印象ですか？流れで見てるときは一瞬オフサイドかなとも思ったんですけど、映像で見るとちょっと角度が真横じゃないじゃないですか、だからもしかしたらその真横から見たらガンバの選手がいたのかなという感じには見えましたけど、はい、僕も一瞬どうかなと思ってやっぱりこちらにもかなりツイッターでも来てますよ、横浜 F マリノス中川選手の得点シーンオフサイドはないのか、ぜひご意見が聞きたいとか、検証よろしくお願いしますとか、はい、やっぱり見てる方ももしかしたらオフサイドじゃないかなってこう思った方は多かったのかなという印象はありますね。そうですよね、原さんはいかがですか？はい、僕は水体に行ってました。あ、そうですか。それで上からこう見てて、はい、で確かに中川が最後こう入れた時に藤原となんかこう入れ替わった、はい、あのシーンだけ見ても入れ替わった。でもアシスタントレフリー上げてなかったし、でただ奥にエジガルと対応してた選手もいたんで、はい、多分その辺のこの出入りがよく分かんなかったから、上げてないからあゴールなんだろうなっていう、ただあれって思った感じはあった、はい、では上川さんにちょっと解説をいただきたいんですが、このシーンいかがですか？はい、結論とすれば最後にシュートをした選手は、要はまあ跳ね返りになるんですけどね、はい、その跳ね返ってきたボールは要は自分のチームの味方競技者から帰ってきて、でそのボールをプレーをしたと。でその味方が競技者からボールが返ってきた瞬間、その時はオフサイドポジションに位置してるんで、はい、もう結論とすればこれはオフサイドとして得点を認めるべきではなかったと。この後ですよね。この後クリアしてこういう戦果です。でも向こう側のオジェソク選手もいますよね、だ非常に難しいケースです。 でしかも藤原も戻ってきてるタイミングと、でもう一つは難しいのは、そのクリアしたボールがどの選手に当たって跳ね返ってきたかも、すぐ分かんないもんね。これはオフサイドじゃないでしょ。これは違うんです。ここで蹴ってこの天野に当たった時はやっぱ出てるか。出てると思うんですけどもね。出てるな。
でそのままその時に2人あのガンバのディエンダー2人もこう帰ってき てでこれは多分人間の目だけでは分かんないよね。これ止めてるんでやっぱりそういう感じするんですけど、そうそうそう、はい、これこそ VR 入れなかったら多分分かんないと思う。これでも上川さん、例えば、はい、中川選手がオフサイドポジションにいたことはアシスタントレフリーの方が分かっていたとして、はい、ただ誰に当たって出たのかが分からない場合ってあるじゃないですか、はい、そういう時はアシスタントレフリーの方はフラッグを上げずに、ただゴールとも今は認められないという感じでそこに立ったまま、何でしょう、アピールすることってあるじゃないですか、はい、そういう時はレフリーと相談する機会を待つという感じになるんですか。もうまさに、はい、そうです。こういうケースでどの選手からパスが、あるいはボールが出てきたのか分からないケース結構あるんですよね、はい、でその時にシュートした選手がオフサイドポジションにいると、で副審からはラストタッチが分からないケースの時には、それはもちろん試合前に主審と打ち合わせをするんですけども、はい、旗を上げて、でそのどっちにしてもディスカッションしないといけないんで、はい、でその副審としてオフサイドポジションにいたっていうのをアピールしてもいいですし、はい、あるいはこのケースも得点内容をすぐしてるんですよね、うん、副審が。じゃあ得点内容をしないで旗は上げずに、ちょっとすぐコーナーフラッグポストのところにずっと立ってて、はい、でレフリーに呼ぶ、無線で解決できれば一番いいですけども、はい、それは確認して上で得点を決めるのかどうか。ただレフリーがどの選手に当たったかを確認できるかどうかっていうのは、またこれもちょっと難しいところはあるんですよけどね、はい、まあ、これ終わっ、プレーが終わった後にその副審と主審の方でなんかちょっとこう確認みたいなんてあったんですか。はい、確認目でアイコンタクトを取りながら、はい、もちろん選手がガンバの選手がオフサイドでアピールしましたよね、はい、そこは確認をしていると。でレフリーからはオフサイドポジションがいるかどうかわからないですよね、うんうんうん、わからないです、はい、でそのまま副審の方で得点内図をこうしてるんで、うん、あオフサイドポジションじゃなかったんだなというふうに思いながら、だから副審もさっき言ったようにそのオフサイドポジションにいたのがまず分かってるかどうかっていうところがあるんですよね、はい、その前に難しいシチュエーションがあって、で蹴られてちょっとまあ気を抜くのかもしれないですけど、で跳ね返ってきて、でシュート打つ時にはもうガンバの選手が戻ってきてるんで、うん、オフサイドポジションにはなかったっていうふうに見ることもあるなと思いながらですね。これ原さん、 VAR あったらどうなるんですか。VAR あったらノーゴールだね。あ、VAR あったらノーゴールです。ノーゴールです。あったらこれは分かるんじゃない。この前のなんかマドリッドダービーでしたっけ。もう本当にこの体ちょっと出てるのを、すごいゴールだけど取り消したりしたから、まさに これだけは適用できる、これは適用できるシーンになるかもしれない。そうか。まあ、これをでも肉眼で 100% 正解を出せっていうのはこれは無理だと思う。いかに難しいかという、うん、そういうことですね、はい、大丈夫ですか。一つ目のシーンはすっきりされましたか、うんうん、すっきりというかスタントレフリーも難しいなっていうのが分かります、ね、はい、そうですね、うん、さあでは続いてのシーンに参りたいと思います。明治安田生命 J1 リーグ湘南ベルマーレ対北海道コンサドーレ札幌、これは62分のシーンです。大橋祐希がドリブルで仕掛けて最後決定機になりかけたというところで、札幌の進藤が手を使ってそれを阻止したというシーンで、これがイエローカードが実際は出たんですが、決定機阻止でレッドカードでも良かったんではないかという意見が、数多くありました。さあではまた平畑さん、これもデリケートなジャッジですが。デリケートですね。なんかあの手に当たってなかったらかなり、うん、右サイドに湘南の選手もいましたし、はい、なんか湘南が本当にその決定的なチャンスを迎えるようなシーンになるのかなっていう直前でしたから、うん、はい、で今度やっぱツイッターも来てて、あのハンドはなぜレッドカードでなくてイエローカードなのでしょうかっていう疑問も来てますし、はい、やっぱりその考え、あれがやっぱ決定機になったんじゃないかなと思った方は、うん、多かったかなっていう感じはしますけどね。まあ、抗議したくなる気持ちも分かりますよね。分かりますね、あの悔しさ、はい、悔しい表情で分かりますね、はい、原さん、いかがですか、はい、これ多分この後長監督がすごい抗議してるシーンもこう見たんですけど、はい、原さん、なんて言えないんだ、現場の監督だったらあの気持ちはすごいよく分かる、はい、もうこうかわして味方2人奥から来てるし、自分でもいけるしパスも出せるし、それを手でこうやって止めて、それはレッドだろうっていう、多分そういうイメージですよね。それは現場の感覚はそういう感じだと思いますよ、はい、あれは
あれはレッド出てもおかしくないかなっていうんで、うん、もう故意に手でこうやってあのたこっち足出したけど、はい、逆取られたからこうやって手で止めちゃってるんで、はいはい、手のひらでしょ、ね、それ、まあ、頭ででもまだいけばいいけど手でこうやって止めちゃってるっていうのは、はい、まあレッドになっても逆だったらしょうがないかなって思うぐらいではありますけどね、うん、まあ、これまず一つ焦点は決定機になったところなのかどうかっていうのもあると思うんですけど、うん、ね、上川さん、はい、いかがですか。はい、もう今原さんがおっしゃったように、はい、選手とかクラブの気持ちっていうのはすごい、はい、分かります。で、はい、まず最初に考えないといけないのは、要は腕でボールを止めてると。でこれはだから意図的にボールの方向に腕を動かして止めてるんで、うん、これは反則だと、はい、だから意図的かどうかっていうのはまあ判断するん で、はい、で意図的イコールイエローではないんですよね、はい、なんで、このケースで考えられるのは、もしハンドがなかった時に今ドリブルをしている選手がだけを考えます、はい、あ、次のプレーは考えません。周りにいる選手は、周りの2人、右サイドの2人とかはもうそう考えるともうどんどん広がっていくんで、まあ、キリがないってことですか、はい、ですので、このケースだと24番の選手がもしハンドがなければそのままドリブルを続けられて、うん、要はキーパーと1対1になれるかどうか、うんうんうん、ハンドしたことでボールのコースがやや後ろに行ってますよね、うん、はいはい、でこの映像だけ見るとあのまますぐにこう真ん中を突きて、ドリブルが継続できてゴールキーパーと1対1になる状況だと、まあ、そう考えると得点機会の決定的な得点機会の、うん、状況を反則でハンドで、止めたということで、退場が本来であれば正しい判断だな。じゃあこの大橋だけのことを考えるんです、はい、向こうにあと2人、あの現場とかね、選手たちってあそこで抜けるし行けるし、うん、2人振りだよねって、はい、こっちが、はい、でそこに相手が誰もいなくて間に合ってないから、もう完全にこれはもう、うん、花道開いてるよねって見るけど、この大橋だけがどういう状況かっていうことだけをまず考えるんだ。というのも、うん、得点機会の状況かどうかっていうのが、うん、その選手がボールをコントロールできるか、うん、コントロールできる可能性があるかっていうところを見るわけなんです、うん、はい、でその後パスはどうなるか分かんないですよね、まあ、もしかしたらトラックミスをする可能性がある、まあ、パスがでかすぎて抜けちゃったりとか後ろ行っちゃったとかある、ね、そういうことが広がっていくんで、うん、要はその反則を受けた選手がちゃんとこうボールをコントロールできてるかどうか、うん、と考えると、これはボールをコントロールできてますよね、うん、で他 の、 そのディフェンスの選手の位置を考えた時に10番の選手は手前にいると、まあ、で後ろから8番が追いかけてますけども、けど24番の後方3メートルぐらい、まあね、あとはゴールとの距離を考えた時に、うん、8番が追いつける可能性、24番がそのままドリブルできて追いつける可能性っていうのは極めて低いのかなと。え、じゃあ質問、はい、今じゃあそれで分かりました、はい、じゃあこれ今の大橋が今中に入ったけど、あれ縦にぶっちぎっていって、はい、縦にぶっちぎっていったらもうそれはもう間違いなくレッドですね、うん、そうです、あのハンドじゃなくてガーンってこうに中に入っていって、まあ、ゴール方向にね、そうそう、はい、ゴール方向にもっと明らかに、そんで、うん、まあ、ハンドじゃなくてもぶっちぎっていったところをこう例えばファールに来たらもうそれは間違いなくレッド、それは我々も分かるよね、レフリーも中に入ったら分かります、中だから。でも現場はあの大橋も行けるし、あの2人のフリーがいたら絶対シュートにまでは行ってるよねって思うのに、止められちゃってイエローってえっていう、多分それが強いかな。だからあのなんか印象論なんですけど、こう手に当たって自分の足に当たってちょっとこうプレーを止める感じになったじゃないですか、はい、大橋選手が、あれを止めずにもっとゴール方向に持っていったら印象的には、うん、変わりますよね。やっぱそうなるんですか、はい、だからこの時やっぱりすごい僕も見てて、あ、難しいなって思うのは、はい、まずまあ、湘南がプレスかけてボールを奪いますよね。あそこでレフリーは次のプレーっていうか、どちらかっていうと札幌がボールポゼッションして、要は湘南の自陣のゴールにプレーが行くだろうっていう予測は持ちながらあそこのポジションを乗ってるわけですよね、はいはい、そこで急激にボールポゼッションが変わって、でカウンターになると、でよくレフリーハンドを見てくれたなとは思うんです、はい、うん、結構距離ありましたもんね。まず距離があってカウンター で、はい、で選手が何人かレフリーとこの選手その争点との間にも選手がいたりとかしてくるんで、はい、まずハンドをちゃんと確認できたのは僕すごかったなと思います。で今平田さんがおっしゃったようにアドバンテージも考えられるんですよね。はい、で若干やっぱりプレーを見るんです、うん、であとはこの瞬間に反則が起きるときに、要は得点の機会、うん、決定的な得点機会の状況かどうかっていうのをこの瞬間にレフリーが判断しないといけないんです、うんうん、っていうのを冬吹いたらだったら選手みんな戻ってくるんで、はい、全然状況が変わってくると、レフリーとすればこの瞬間に判断を下さないといけないです。
どのディフェンスの選手がどこにいるのか、どのくらいのスピードで戻っているのかどうか、うん、で24番の選手のドリブルの方向がどっち側なのか、ボールをコントロールしているかっていうのを考えるんです。ただこの急に攻撃が変わって、レフェリーは一生懸命その距離とか角度を考えながら走ってきてはいて、でこのハンドかどうかにすごいフォーカスをせざるを得ないんですよ。まあ、そうですよね、もちろんそうですよね。でさっき言ったように縦に抜ければ、はい、次のプレーって予測が立ちやすいんです、うん、レフェリーもしかしたらここで反則があるかもしれないな、うん、まあ、そうか。でその前に状況を確認できるんですけど、うん、この状況でその、札幌の選手のディフェンスの位置とかいうのを確認するのってね、すごい難しかったなと思うんです。でアドバンテージもちょっと考えると、うんうん、なると笛を吹いたところで白のもう札幌の選手がだいぶ戻ってきてるじゃないですか。あれがあのこぼれたのが味方につながってシュートまで行けば流したんだろうけどね、うん、なるほど、こっちに行っちゃったからやっぱ止めざるを得ないよね。そうなんですよね。レフリーの方もやっぱり予測してポジショニングをするじゃないですか。です、はい、だからあのビルドアップのところで予期せぬミスが起きたりするといろんなところに影響が出るっていうことですね。そうですね、はいはい、特に湘南まだ 0-0 だったんです、うん、試合終わって結果的には勝ったから良かったんですけど、はいはい、やっぱここで本当にあれ、それがレッドカードになるか、これが得点かって結構でかいシーンだから、あの反響がでかい、はい、だろうね。まあそうなりますね、うん、はい。